西武ライオンズは、ベルーナドームで開催する9月1日、金曜日から3日、日曜日の福岡ソフトバンクホークス戦を、西武特急シリーズとして開催。9月1日のセレモニアルピッチには、大のライオンズファンである乃木坂46の向井葉月が登場することが決定した。ライオンズの大ファン、向井葉月、セレモニアルピッチに登場。日本を代表するアイドルグループ、乃木坂46のメンバーの向井は、プライベートでも試合観戦やファン感謝イベントでベルーナドームに訪れ、ラジオ番組などでもライオンズ愛を語るほどの熱狂的なライオンズファン。バル、西武ライオンズのイベントへの出演は初めてで、セレモニアルピッチを務めるのも今回が初めて。その他、当日は5回裏終了時のダンスイベントや7回表終了時のラッキーセブンなどにも登場し、球場を盛り上げる予定。向井は、ずっと埼玉西武ライオンズが好きだったのでベルーナドームのマウンドに立てることが本当に嬉しいです。初めての経験なので今からとても緊張していますが皆さんの声援で私に力を貸してください。1分の9はぜひベルーナドームに応援しに来てくれたら嬉しいです。一緒にライオンズに勝利を届けましょうとコメントした。